小学校6年生の夏休み。周りの空き地にも家が建ち、近くの山とかも、住宅開拓のために切り崩すので、立ち入り禁止のロープが張られている。公園もボール遊び禁止。と、圧倒的に遊ぶ場所が少なくなった僕らの遊びといえば、友達の家の前でカードゲームしたり、友達と家の中で DS やったり。なので、外で遊べ。と大人に言われても、そんな場所ほとんどない。夏休みに入って、一週間くらい経った頃、いつも通り友達の家で4人くらい集まって、デュエマやってたんです。4回くらい勝負して、結局、いつも通り強かった A だけが無双していたんですけど、すると面白くなさそうな顔をしていた C が、なあ、探検行こうぜ。と、提案したんです。しかし、先ほども言った通り、遊ぶ場所なんて限られているので探検なんかに行く場所はありません。どこに？2丁目の、地下水路。いや、俺は行かねえよ。普段乗りのいい家が自分のデッキをシャッフルしながら、珍しいことを言います。あそこ、近づいたらダメって、大人たちにも言われてるだろ？絶対怒られるって。A の言う通り、C の言っている、2丁目の地下水路は、地元の子供の間では、いわゆる近づいたらいけない場所ということで認識されています。子供たちの間では、巨大な地下水路があるなんて噂もあるのですが、なんでも、2年前、まだ小学校2年生の子供たちがそこに入り込み、そのまま行方不明になってしまったとのこと。いいじゃん、別に。何も気にしていないように、C は言います。別に、バレんかったら大丈夫やろ。しかも、そんな広いわけもないし。もしそんな広い地下水路があったとしても、奥まで行かんかったらいいだけやろ。そこからは、A と C の口論になって、僕と B のデュエマの勝負がついた頃にようやく A が折れたようで、昼ご飯を食べた後、使えそうなものを持って地下水路の入り口前に集合しよう。ということになりました。僕は適当に庭の倉庫を漁り、懐中電灯と、500ml のペットボトルを持って地下水路の入り口に向かいます。入り口前に行くと、もうみんなは集合していました。入り口といっても、人工の川沿いにある、直径1メートルくらいの小さな穴。そして内心みんな少しビビりながら、地下水路に入っていきます。入ると、整備士が歩く用の通路が伸びています。構造で言えば、真ん中に水路があってその両脇に通路がある感じ。地下水路の中は少しひんやりとしていて、コンクリートっていうか、なんというか独特の匂いがします。本当は固まって歩きたいところですが、なんせ通路の幅も狭いので、A を先頭に次に僕、B、そして、C の順で進んでいきます。ところどころ明かりはあるのですがかなり暗い。なあ、なんか落とせん、声みたいな。それから5分くらいしたところで A がそんなことを言います。はあ、声、そんなん聞こえんけど。どうやら B には聞こえないようです。しかし、僕も同じで声なんて聞こえない。まあ風の音だろうということでその場は済んだのですが、今の A の一言は余計僕らの恐怖を煽ります。またしばらく歩いたところで、今度、僕らは行き止まりに突き当たったんです。僕は内心ほっとして、行き止まりやん。まあ巨大地下水路なんてあるわけないし。と言って帰ろうとしますが、A は立ち止まったままで動きません。A？ どうした？早く行こうや。すると A は、風の音じゃない。はっきり聞こえる。子供の声みたいな。いやぁ、でももう行き止まりで。すると B が隣の壁を指さして、これじゃない？ B の指を指す方向に目をやると、そこには、真っ黒い鉄製のドアがありました。すると A が脇目も振らず、ドアノブに手をかけます。どうせ開くはずもないと鷹をくくっていた僕の期待は裏切られ、嫌な音を立ててドアが開きました。中を照らすと、そこにはところどころ錆びたらせん階段が下に向かって伸びています。すると A が、こっから声がする。と言って階段を降りていきます。マジかよ。ほんまに行くん？僕らも慌てて A の後を追います。おい A 待てって。しかし A は止まりません。そして何より、A の言う子供の声なんてものは僕には全く聞こえない。すると、なあなんか落とせん。と、B が言います。声？いや、ちゃう。水の音みたいな。確かにそうです。階段を降りるにつれ、わかりやすく言えば水が高いところから落ちるような音。そして階段を降り切った時に、その音は轟音に変わります。
階段を降り切ると、8畳くらいの少し開けた空間に出ました。そして壁には同じような鉄製の扉があって、そこから水の音は漏れています。しかし、どれだけ探しても A は見つからない。仕方なく僕は、その鉄製の扉を開けました。扉の向こうには水の音が響いており、僕の予想通り A はいました。おいお前何やってんだ。 A に詰め寄った瞬間、僕は絶句しました。それは B も同じなのでしょう。僕らの目の前に広がったのは、直径50メートルくらいの大きな水たまり。そして、上を見ると天井が見えないほど大きな空間があって、ところどころある穴から水が流れ込んでいる。しかしよく見ると、その穴の水は僕らがさっき通ってきた水路のようなものから落ちてきています。マジやったんや。ほんまにやったんや。巨大地下水路。B がつぶやきます。いや、そんな水路があっても別に不思議ではないのですが、その時の僕らは、まるで幽霊を見たような感じでした。しかし、一つの事実が僕を現実に引き戻します。なあ、おい、C は？さっきまでいたはずの C がいません。まだ小学2年生の子供が迷い込み、行方不明になった。嫌なタイミングであの噂を思い出します。すると A が、下から、声がする。と言って、隅にある階段を降りていきます。俺が A を追いかけるけん、C 探しといて。僕は B に C を任し、A を追いかけます。おい A、お前いい加減にしろって。しかし A は聞く耳も持たず、階段を降りていきます。だから、どれだけ階段を降りたでしょうか？階段を降り切ったところで、小さな部屋に出ます。おい A、どうしたんだよ。A のところに詰め寄ると、A の目の前は、ボロボロになった作業服が落ちています。おい、はよ戻ろうや。C がおらんのやって。しかし、返事がありません。すると A は、カタカタと小刻みに震え始めます。そして、うわぁ、ゲホ、あぁ。A は発狂しながら元来た方向へと走っていきます。ふっ。聞こえた。これが A の聞いていた声かはわかりませんが、確かに子供の声のようなものが聞こえました。そのこともあり、内心パニックになって僕は急いで A を追いました。そこから B と合流して A を追います。どれだけ走ったでしょうか？気がつくと、僕ら3人は地下水路の入り口前まで戻ってきていました。とりあえず A を落ち着かせ、入ってきた穴をくぐります。そしてバテバテになった僕らはその場に座り込みます。すると B が僕に尋ねます。なあ、C って誰なん？え？あ。そんな友達最初からいなかった。じゃあ、あいつは？すると、さっきまで震えていた A が口を開きます。俺はさ、初めの地下水路。ああ長い階段降りる前ね。そん時気づいたわけよ。あれ？声が聞こえる。って？いや、俺も初めは気のせいかな？って思ってたんだけど。えらい近くで聞こえるっていうか、頭に入ってくるっていうかさ。そしたらわかった。その音。C から出てるわけよ。C の顔なんか死人みたいでさ、口がちょっと開いて、そっから、ははは。っていう子供の声みたいなん。それと同時に気づいたわけよ。あれ？こいつ、誰だ？って。そっからとにかくパニックでさ、なんとかして逃げないとって。その、C ってやつ、一番後ろにいるわけだから、バレないように適当な理由つけて階段降りたんよ。僕も B も何も言わず話を聞いていましたが、僕はふと尋ねます。お前さ、階段降りた後なんであんなことしとったん？すると A の顔からますます血の気が引いていきます。いや、そうだよな。おかしいよな。覚えてない。覚えてないんよ。階段降り切ってドア開けたらさ、なんかぼーっとしてきて、そっから覚えてない。でさ、気づいたら変な部屋にいて、お前の呼ぶ声でやっと気づいたんよ。そっからは覚えとる。真ん中にボロい作業服が落ちとって、それ囲むように、子供が5人、いや7人くらい体育座りで、狂ったようにケラケラ笑ってやがるんだよ。そしてさ、その子供たちの中におったんよ。同じようにケラケラ笑ってるしが。A はそう言うと、またガタガタ震えます。しかし、僕は A の言っているものなんか見てません。まあ、帰ろうぜ。もう6時なるし。僕も地下水路の入り口から離れたかったし、何よりも今の事実を信じたくはありません。三人で帰ろうとしたその時。あれ？もう出ちゃったのか。もちろん、
僕ら三人は誰も喋りません。そして、この声を僕らは覚えている。C だ。C の声だ。そしてその声は地下水路の入り口である1メートルくらいの穴から聞こえてくる。ああ、もう出たのか。なあ、もう一回入ってこいよ。下で、待ってるからさ。下で待ってるよ。姿なんか見なくてもわかる。憎悪に満ちた声。そして、ふふ、はは、はは、はははははははふ、はは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 、あは、はは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 。狂ったように C は笑います。その時、6時になると流れる、夕焼け小焼けのリズムの音楽が流れます。曲が終わったと同時に、狂人のような C の笑い声は途切れます。帰り、たかった。その言葉を最後に、場は一気に静寂に包まれました。その後、C の声を聞いた者はいない。帰るか。僕ら三人の歩いている様子を影が映している。何かの哀れ気を伝えるように、日暮が泣いている。